ハミルトン・ハーティサー・ハミルトン・ハーティは19世紀末から20世紀前半に活動した作曲家、指揮者。アイルランド島北部アルスター地方のダウン県、ヒルズボローに生まれる。ピアノ伴奏者として音楽活動をスタートしたハーティは1920年にハレ管弦楽団の指揮者に抜擢され、1933年まで同楽団の指揮者として活躍した。 ハレ還弦楽団で大成功を収めた。彼は、その後をするかいくつかのヨーロッパのオーケストラを手掛けるようになる。1935年に、ナイトに助せられた。イギリスの作曲家、ウォルトンの公共曲第1番の初演や、アーノルド・バックスの公共曲第6番の初演を務めたことも知られる。その他、マーラーの公共曲第9番のイギリス初演。 ショスタ・コービチの公共曲第1番のイギリス初演を行う。作曲家としては、アイルランド人の作曲家フィールドのピアノ曲を還元楽に編曲したジョン・フィールド組曲をはじめ、ヘンデルの水上の音楽、王宮の花火の音楽の編曲などの近代的なオーケストレーションを駆使した編曲や、アイルランド民族音楽の伝統を反映させたアイルランド公共曲などで有名である。 アイルランド公共曲は、ハーティの作品中最も知名度が高く、ハーティならではの民謡風で、教習を帯びた作風である。他には、ピアノ競奏曲、バイオリン競奏曲、ワイルドギースと共に、アイルランドにてといった作品が知られている。指揮者としての録音は、ヨーゼフ・シゲティの独創によるブラームスのバイオリン競奏曲などがある。アイルランドを題材にした作品が多い。 作品番号が付けられている作品もあるが、その数は少ない。ありがとうございます。